ラリーガのとあるチーム、ボールを2個使って炎上。ラリーガやバスギだろ。ボール当てたやつキモ。汚いなバレンシア、2部落ちはよ。もう降格しろ。やっぱいなこれ、この前のバジャドリーのやつもそうだけど選手審判のやってるレベル低すぎだろ。そもそもなんで2個あるのに試合動いてんの。もっとハーフラインくらいにある時にピッチ外から投げ入れられたはず。ちゃんとは覚えてないから詳しく知りたかったら試合見てちょ。小学校の時ボール2個でやったサッカー以来だわ。このシーン見たの。いつからサッカーって別のボールで妨害できる競技になったんだ。よかったらチャンネル登録お願いします。